真島の兄さん、すまんのキルちゃん、驚かせてしもうて。これはま、俺なりの防御策や。最近は危のうて堂々と事務所構えることもできへんからな。ようこそ真島組。ま、地下でゆっくり話でもしようや。
懐かしいの。2年前まではここで俺も戦っとった。キリュウちゃんよ、こんな俺にもな、極道としての筋っちゅうもんがあるんや。たとえ俺がそいつにはめられたとしても、ただで口割るようなことはできへん。口を割らせたかったら喧嘩で白黒つけてからにしようやないか。そうだったな、俺らはいつもそうやって生きてきたんだったな。闘技場の絶対王者、大島の竜桐生一馬 vs 石岩の魔王島野の強肩こと、闘技場の帝王、真島五郎。2年ぶりに帰ってきた怪物2人、果たしてこのリングで生き残るのはどちらの怪物か。いや、キリュウちゃんはずっと変わらんな。ほら、嬉しいで。やっぱり俺らにはこのやり方がお似合いや。ああ、そうだな。さあ、手加減はなしや。思いっきり行くで、キリュウちゃんや。今、ゴングです。来いよ。
ついな、キリュウちゃんよ。ほな、約束や。ゆっくり奥で話でもしようか。ああ。